KFMB-TV または CBS8 は米国カリフォルニア州サンディエゴにある CBS 系列のテレビ局である。ミッドウエストテレビが所有しており、姉妹局に KFMB と KFMB-FM の2つのラジオ局を持つ。テレビラジオの両局がケアニーメサのエンジニアロードにあるスタジオを共有しているほか、KFMB-TV はラホヤにある。 それだと山に設置された送信書を所有している。以下の内容は当記事の英語版に準拠している。放送の開始は1949年5月16日であり、サンディエゴにおける市場でサインオンを行った最初のテレビ局となった。総額30万ドルが投入されたツボネの設立には、地元のラジオ局 KFMB も所有していたジャック・オーグロスの尽力が、 大きかった。初回放送には、当時のサンディエゴ市長、ハリー・イーノックスが出席した。KFMBTV は創業以来、CBS ネットワークにおける主要な提携チャンネルで、あり、ネットワークの提携を一度も変えたことのない唯一のテレビ局でもあった。しかし一方、チャンネル8は、初期には、ABC、NBC、デュモンテレビネットワークとも二次的な提携を結んでいた。 1949年10月、KFMBTV はパラマウントテレビネットワークと一時的な提携契約を結んだ。パラマウントと提携すると、ハリウッドオポチュニティ、ミートメインハリウッド、マガジンオブザウィーク、タイムホービニ、そしてユアウォールドバディなどを含むパラマウントのネットワークからの恩恵の享受したことにより、チャンネル8は当ネットワークにおいて、 最も成功することとなる。毎週6時間のパラマウントプログラムを放送した。パラマウントのプログラムを系列会社に配布する、技術的な送信網はなかったため、KFMB は代わりに、それだと3の KFMBTV の送信機から90マイル、離れたウィルソン山の山頂にあるクトラの放送棟を経由して、通信網のプログラミングを行った。1950年11月、 グロスはサンディエゴデイリージャーナル誌のかつての出版元であるジョン・エケネディに KFMB 放送局を売却した。3年後、ケネディはテレビ及びラジオに関する所有権をジャック・ウッターとヘレン・アルバレスのパートナーシップに売却した。同年、ティフ・アナを拠点とする Z 部とサンディエゴライセンス KFSD、TVKGTV TV という 新たな二つの放送局が市場に参入したことにより、チャンネル8はサンディエゴにおけるテレビの独占権を失った。これらのうち、KFSDTV はチャンネル8からの NBC との提携を予測、就任した。1956年に連邦通信委員会とメキシコ当局の間の特別な合意のもとに、Z 部が ABC との提携、加入を認可されるまで、 KFMBTV は ABC の番組を放送し続けた。1957年に、ウッターとアルバレスの間の提携が解消した後、ウッターはサンディエゴにおける市場の販路とケロ TV を保持し、マリエッタ放送と新たに命名した放送会社の一部とて配置した。1959年、ウッターはマリエッタ放送をニューヨーク州バッファローに本拠を置く。 トランスコンティネントテレビジョンコーポレーションと合併させた。1964年、トランスコンティネントの放送業界からの事態の一環として、KFMB 局は当時入りの一周、シャンペーンに拠点を置く、ミッドウェストテレビに売却された。90年代、ミッドウェストテレビがオリジナルのテレビラジオである和社ト WMBD、AMTV 及び、 WPBG の所有権を放棄したことにより、KFMB 局が当社に残された唯一の所有物となった。1998年、KFMB-TV はサンディエゴ・チャージャーズのプレシーズンゲームの地方、放送権を与えられた。同年、CBS はアメリカンフットボールカンファレンスの権利を獲得し、当放送局がチャージャーズのレギュラーシーズンの初試合を放送することを、 可能にした。これは、チームがロサンゼルスに移ることとなる2017年まで継続されるため、非公式ではあるがチャンネル8がチームのホームステーションとして終了することになる。2005年、ミッドウェストテレビは、KFMBTV が2015年までの間、CBS への加入を存続するための10年間の加盟契約の延長契約を締結した。このステーションは、 4年間にわたって使用してきたオンエアのブランドローカル8を2005年9月19日にニュース8に変更した。2007年の初旬、当局は CBS8 という新しいブランドを段階的に導入した。デジタルチャンネルは多重化されている。KFMBDT には KFMBTV の第二のデジタルサブチャンネルとして作動する CW。 テレビジョンネットワーク系列のテレビ局であり、CW サンディエゴとしてブランド化されている。無線上にて、VHF のデジタルチャンネル8.2で交渉祭、放送をしている。KFMBDT には、ケーブルテレビと衛星放送及び AT&TU バースのチャンネル6と100と、チャプタースペクトラムのチャンネル6及びデジタルチャンネル1212、 および Direct v のチャンネル9にて視聴可能である。遠隔、KFMBDT には9月6日に2ヶ月前に発表されたネットワークのオーナーであるウェーゲル放送とミッドウェストテレビの間の合意により2011年11月1日にミトブの関連会社として開始された。2017年1月18日、 ミッドウェストテレビとネットワーク共同出資の CBS コーポレーションは KFMB がサンディエゴ系列のザ・ CW の代理店を引き継ぐと発表した。これは同局のデジタルサブチャンネルの一つで運ばれる。2008年以来ネットワークと提携していたバハカリフォルニア認可の Z 部 TDT であるティフアナを置き換えることになった。この運びはせき止められることとなる。 KFMB TV デジタルサブチャンネル発展には、もともと2017年9月1日に CW 提携を引き継ぐ予定であった。しかし、これらの計画は2017年1月26日に変更され、テレビサは英語版。その結果、KFMB はテレビサのスペイン語ネットワークのリピータへの Z 部の計画された変換に合わせて5月31日に 切り替え費を早めた。準備中、ミッドウェスト社は ABC 系列の KGTV の所有者である E スクリップスカンパニーにミトブ所属のローカル権利を売却した。ミトブは k f m b d t にから KGTV の第2のデジタルサブチャンネルに移動した。このチャンネルは KTVLP で同時放送されているが、 マイネットワーク TV 系列の XHDTVTDT のサブチャンネルにアステカ所属を失っている。ネットワークは7月1日に c o t d t に行こ5月1日。KFMBDT2 の信号分解能は5月21日に 720PHD に変換された。KFMBDT2 は2017年5月31日にザシー W の番組を追加した。 The CW サンディエゴと解明されたサブチャンネルは他のサンディエゴ局で運ばれていないシンジケートショー KFMB のメインチャンネルで見られる特定の番組の繰り返し放送 CW ネットワークプログラムで占有されていないタイムスロットを埋めるためにスイッチに切り替わる前に Z 部で以前に放映されていた最初に実行されたオフネットワークのシンジケートプログラム また、KFMB の平日の朝のニュース番組を2時間延長し、k f m b d t よ用に制作された夜間のみの午後7時、および午後10時のニュース放送。サブチャンネルは、コックス通信、チャプタースペクトラム、AT&TU バースのチャンネル6で Z 部のスロットを引き継いだ。スイッチの直後の日にのみ標準で一時的に標準化され、ディッシュネットワーク社は、 かなル語への切り替え時にラインアップから Z 部を落とし市場での利用可能性は既存の無線信号範囲に限定されていた。KFMB はサンディエゴの3番目のテレビ局になり CW と提携した。このネットワークは2006年9月18日の CW の開始から2008年8月1日に Z 部に移行する前にもともと KSWB TV トリビューンブロードキャスティングは KSWB を FOX に切り替えることで合意したと伝えられている。その理由は Z 部が1953年にサイン,インしてから英語圏として運営されていたとしても。このスイッチにより KFMBDT にはデジタルサブチャンネルを介して市場規模で最大の CW 局になりサンディエゴは サブチャンネルのみの CW 系列を持つ最大の市場となったと5つの主要なネットワークのいずれかがサブチャンネルのみの所属を維持する最大の全体的なものである。KFMBTV は2009年2月17日に VHF チャンネル8でアナログ信号をシャットダウンした。これは米国のフルパワーテレビ局が連邦法上のアナログ放送からデジタル放送へ 移行する、元の目標日であった2009年6月12日に、プッシュバック。局のデジタル信号は、繊維の結果として使用された放送から除去された、交代 q UHF チャンネルの中のその移行前、UHF チャンネル55から、そのアナログ時代 VHF チャンネル8に、再配置された。長年にわたり、KFMBTV は、 太平洋標準自体のネットワークで推奨されている午後12時30分の時間帯の外にザボールドザビューティフルを放映することに決定した。これは放送局が午前9時30分に番組を放映したので放送局が1時間の正午のニュース放送をした時から生じた。ザボールドザビューティフルは2009年から2013年に かけて午前11時30分に放映された。午後12時30分にザ・ヤングザ・レストレスへのリードインとして移動した。また、CBS の土曜版 CBS ディスモーニングは、ほとんどの CBS ステーションより2時間早く放送されている。KFMB は FCC が子供向けの教育及び情報提供プログラムを放送するよう要求されているため、 CBS が提供する E.i. 準拠の番組をネットワークの CBS ディスモーニングブロックを使って表示する必要がある。その結果、CBS スポーツからの報道がすでに他の場所で開始されていても土曜日の午前10時まで現地時間の午前10時まで放送局はライブスポーツイベントを放送しないが2017年の秋には CW のワンマグニフィセントモーニングは6時間の良い,いアイプログラミングを保持している。この要件は CBS の他の太平洋タイムゾーン加盟組織が午前9時またはそれ以前に始まるライブスポーツイベントを放送することを妨げていない。KFMB によって放送中の番組にはエンターテイメントトゥナイトドクターフィルザインサイダー クリミナルマインド FBI 行動分析家、ジャジジュ業が含まれている。販売を経て、k f m b d t にで放送されている番組には、モーリー、隣のサインフェルド、ザ・インサイダー、ルールズ・オブ・エンゲージメント、ザ・ドクターズ、NY ・ボンビー・ガールがある。チームのテレビネットワークと CBS による、レギュラーシーズンの試合で、プレシーズンゲームを運ぶことに加えて、KFMBTV は以前、 放送ネットワークで運ばれなかったサンディエゴチャージャーズのレギュラーシーズンのゲームを放送し NFL ネットワークのサーズデイナイトフットボールと ESPN チームが関与するマンデーナイトフットボールのテレビ放送 NFL の規則ではケーブルネットワーク上で放映されたゲームはチームの国内市場のローカル放送局で同時放送されることが求められているこの取り決めは フランチャイズが2017シーズンに向けて、ロサンゼルスに移転したように、2016年のシーズン後に終了した。KFMBTV は現在、毎週39時間のローカルニュース番組を放送している。また、KFMBDT2 のローカルニュース番組をさらに週21時間、KFMBDT2 のローカルニュース番組も週21時間放送している。 KFMB は18時から30分間のローカルニュース番組を放送し、KFMBTV は18時30分にも夕方のニュース番組を放送している。KFMBTV はサンディエゴ地域のテレビ市場で唯一のニュースヘリコプターを運用している。そのヘリコプター、チョッパー8はローカルニュースサービス契約を通じて市場のニュース制作をしているテレビ局のほとんどに 空撮映像を提供している。主な KFMBTV の出身者には、元気象キャスターのラグエル・テハダ、トークショーのホストのレジス・フィルビン、テレビのホストのサラ・パーセル、CNN と、元、CBS のアンカーのポーラ・ラザーン、芸能ニュース番組、アクセス・ハリウッド元ホストのラディ・メンテ、そして最終的に、NBC 特派員であるドン・ティーグとドーン・フラタンジェロが、含まれる。 KFMBTV は、レイ・ウィルソンが、サンディエゴの最初の30分ニュース番組の人気アンカーであった1950年代に遡り、その歴史のほとんどで、サンディエゴ地域のテレビ市場で、ニュース番組の視聴者をリードしてきた。ウィルソンが1973年に辞任したとき、KFMBTV は、KGTV に次ぐ2番目のランクに滑り込み、元、 KGTV プロデューサーのジム・ホルツマンがニュースディレクターとして KFMBTV に雇われた1970年代後半から1980年代初頭にのみリバウンドした。ホルツマンはアンカーのマイケル・タックとアリソン・ロス、気象キャスターのクラーク・アンソニー、スポーツアンカーのテッド・ライトナーで構成される人気の高いニュースチームを結成した。1979年の終わりまでに KFMBTV は1位に戻り、タックが突然 KGTV に移籍し、同局が残りの10年間 KFMBTV を追い抜くのを助けた1984年までそこに止まった。ホルツマンはよりソフトで人間味のある番組構成を強調し、ニュース番組内の共通のスレッドを見つけようとしたディスデーと呼ばれる23時のニュース番組の別の 構成を試して競争しようとしたが無駄だった。通常のアンカーはありませんでした。代わりに、ハルク・クレメント、ローレン・ナンカロー、ドーン・フラタンジェロ、スーザン・リヒトマンが、アンカー・リポーターのアンサンブルを形成し、アンカー、詳細なリポート、生のインタビューを交互に言った。コンピュータグラフィックスが多用され、デーブ・グルーシンのナイトラインズがニュース番組のテーマ曲となった。当時は、 革新的だったが、視聴者が厄介な形式に否定的に反応したため、ディスデイは悲惨な失敗であることが判明した。9ヶ月以内に、KFMBTV はより伝統的な深夜のニュース構成に戻った。しかし、マーティ・レビンやアリソン・ロスのような人気のある主力キャスターが自発的に去るか解雇され、スタン・ミラーや スーザン・ドースゲンのような若いスタッフにとって変わられたため、KFMBTV のニュース評価は10年以上に、わたって大幅に低下した。最終的に1990年代までに、ハルク・クレメントは、スーザン・ピーターズと共に、夕方のアンカー任務を引き受け、その後、デニス・ヤマダは、KFMBTV が、KGTV と KNSD との戦いを続けたため、結果は、まちまちだった。 2000年代初頭までにクレメントが KGTV に向けて去った後のマイケルタックの短い復帰とその10年間の初めに CBS が復活したことで KFMBTV は夕方に1位を取り戻した2020年10月までに放送開始から放送終了までにサンディエゴで最も視聴されたテレビ局となった KFMBTV は正午午午後 夕方ニュースのタイムスロットで1位に終わった。2007年10月のカリフォルニア山火事の取材中に、記者のラリー・ヒンメルは、全焼した自宅の様子を伝えた。放送局のニュース番組の音声も、AM ラジオの KFMB と KFMB、FM で長期間同時放送された。2007年1月28日、KFMBTV は、サンディエゴ地域のテレビ市場で初めて、 高解像度でニュース番組を放送し始めた。アップグレードに伴い、k f m b t v はニュース番組の新しいスタジオセットを発表した。ありがとうございます。